パイダーチャンネル。皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日は先進グローバル企業から学ぶ経営ステップその1ということでお話をしたいと思います。今日から何回かに分けてですね、先進グローバル企業のキーサクセスファクター、つまりは主要成功要因、アジア新興国市場における彼らの主要成功要因を大きく分けて3つ存在します。その3つの主要成功要因、キーサクセスファクター、 KSF について何回かに分けてお話をしていきたいと思います。で、今日第1回目その1ということで、まず市場規模を最大化するための中間層ターゲティングということで、この先進的なグローバル消費財メーカーはアジア新興国市場で、この中間層ターゲティングということを徹底する。ターゲットはあくまで中間層であり、この中間層から絶対に逃げないというのは彼らの主要成功要因のもう最大で、のポイントであると言っても過言ではないと思います。で、この先進グローバル消費財メーカーってどういうメーカーを指しているかというと、 P&G とかユニリーバ、ネスレ、コカ・コーラ、マース、ペプシコ、ケロッグ、ジェネラルミルズ、こういったあの会社、ジョンソン&ジョンソンもそうですね、こういった会社を指してます。で、こういう会社はそのアジア新興国市場で、ターゲットがもう徹底して中間層であると。中間層が何を求めているのか、中間層が賄える価格って一体何なんだと、中間層が買いやすい売り場ってどこなんだと、中間層が選んでくれるプロモーションってどういうもんなんだということを徹底的に考える。だから彼らのマーケティングのターゲットはもう絶対的に中間層なんですよね。で、日本の企業の場合、それは頭では分かっていると、頭では分かって中間層が大事だって出ていくんですけど、結局コストの問題に引っ張られる。商品を根底から変えていくっていうことができずに、まずは富裕層とかですね、上位中間層なんていう耳障りのいい言葉をこう見つけて、中間層がターゲットだと言いながら、実際にはやっぱりターゲットが上振れしちゃっている。したがって、TT なんていう売り場はもうなかなかうまく攻略ができないし、まずはという、そのこれ非常にトリッキーな言葉なんですけど、まずは MT だと、まずは富裕層だと、まずは上位中間層だと言って、このまずの状態からなかなかいつまでたっても変わらないというのが日本の消費財メーカーの、状態でございまして、やっぱり成功している会社はこの中間層のターゲティングから逃げないと。ベトナムのエースコックなんかまさにそうですよね。この中間層のターゲティングを徹底的にやっている。インドネシアのマンダムも徹底的にそれをやっているし、サロンパスという会社の新興国中でそれをやっている。ユニチャームもまさにそうであると。で、この中間層をターゲットにするということは、もうアジア新興国では絶対に必要で、最も必要で、最も重要で、そして中間層をターゲットにしないんだったら、そもそもアジア新興国に出ていくべきでないとまで言っても過言ではないと思います。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。